ということで、今日も合算だけやっていきたいと思うんですけども、ですね、今日は6月の8日になるわけですけど、実は明日イベントがあるので、今日も一日、エッチ名人と、今日がっつり取っていくだよね。2人で50目指して。50か、ね、2人で50目指して。よっしゃね。よっしゃ。ということで、気合いのエプロンをかけまして。ああああ、イグナハだいぶ下まで。お、止まった。お奇跡的に止まったね。笹が目に入るので、メガネ、ということで。今日もですね、ちょっと合算だけ。前回ですね、なんか共作というふうに私動画の方でお伝えしたんですけども、まあではあまり良くないのかなと思うわけですけど、まあ徹底的にちょっと見ていこうかと思います。それでは本日もよろしくお願いします。あ？なこだな細いのも取ってたの。タケノコ汁用がこいつ。いや俺は普通だ。あ？普通だ。ちょっと細めのやつも欲しいね。でもね、なんか明日イベントでちょっと細めのやつ使いたいんだよね。実はちょっとせっかく来てくれる方のためにちょっとなんか何かしらのイベントをしたいなと思うんで。あ？あなたが小棚もバカなこと言ってんじゃねえぞ。でも出たべでも出てきたべでも。だね、前回来た時よりでもちょっと出てきたかなって感じだけど、でも少ないもんな。ほんと少ないもんね。あ、短い。何センチ？ 15 センチ？十分だべ。15センチあるんだべ。だってタケノコで15センチあって十分だべ。15あって十分だべ。なんで何30センチの取り消したのねべ。30センチあての取り消したのねべ。20センチまあ出てきたね。でも一応まあ合算だけは取り場が広いからや。15センチって何？15センチって何？タケノコの15センチを狙ってんの？うん。うん。おー。なるほど。おわ、出てきた、やっぱり。出てきた。長だ。もっと奥がも。おぐ、ほら出てきたよ。がっさりあちらこちらに見えてきましたね。取り場で今年なんかものすごいですね。なんか誰も入ってない竹だと結構取れるんだと思うんですけど、まあ誰も入ってなくともですね、ちょっと少ないですね。でも本当に少ない。例年よりは少ないですね。よいしょ。さてさて、ほんであれだからね、その人の狙ってる太さによっても、ほら違うべしたね。うん。例えば、木村くんみたいなタイプと、ほら、みんな違うわけだからね。よいしょ。私は果物で言ったらガラモギです。ガラモギが。ああ、いいサイズですね。なんか声聞こえなくなったな。取れてんなべ。おーい。でもカサカサ聞こえますね。よいしょ。ああ、いいサイズだ。ちょっと怪しいね。でもこれこういうの怪しいんですよね。虫入りもですね、ぼちぼち始まってるところは始まってると思うんですけど、そういったのもちょっと見極めちょっとやってます。今ですね、結構太いところに、来てるんですけど、まあ頭出てるのめっちゃありますね。めっちゃあります。ここはここ一番最初に出るところのポイント来てるんですけど、まあ早めのポイント前回回れなかったので、今日、エロエロ名人と来てます。この前ですね、柳川温泉で、山菜祭りということで、参加させていただいたんですけども、もう、めちゃくちゃですね、皆さん来ていただきまして、栃木から、仙台から、新潟、それからどこだ、なんか隣県、県内の方、多数ですね、お越しいただきまして、本当にありがとうございました。よいしょ。まあ、今日はですね、結構いろんなサイズのものをちょっと取っていきたいなと思います。朝天ぷらとかもすんのかな。やっぱりですね、これしか頭出てなくともですね、折ると結構な長さになるんですよ。例えばなんですけど、ふっとほら、結構ちょうどですね、指が2本入るぐらいになるわけですよ。太さもいいですね、大体。なんかあまり太いのというふうに、選んで、まあ、取っているんですけども、太いのばかりの方がいいのか、それとも混ざりの方がいいのかというところなんですけど、よしよっこらせ。あれ、名人離れだな。バリバリ落としなくなりましたね。ちょっとバキバキ落としなくなったんで、ちょっと離れましたね。よいしょ、よしょ。やっぱり竹込んでないところはやっぱりなんとなくですけど、まあ出てますね。うわ、上にも出始めてる。なんか、あれですね、なんか、緑が多いですね、ここ。ちょっと今、色ポイント。よいしょ、ちょっと登ります。登って、右の方に折れますかね、ちょっと。頭だけ。あ？何が無理なの？無理だって。絶対オグ。もっとオグだ。タケノコはやっぱり真ん中から出てきますからね。雪がなくなるところから。端は後から。ちょっと俺下見てくっか？あ？やっぱり二人で来てると、上見たり下見たりなんかできるんで、そういう情報交換というんですかね、そういったのもできるので、まあ2人ぐらいがいいかなと思うんですけど、いや、ブイヨンがすげえ。ちなみに、手パンパンなんですよ、今。ブヨにやられて、この前、来た時に。よいしょ。ちょっと下見ましょうかね。下。もしかして、俺取ってきた、アド切ったのんねの。俺取ってきた、アド切ったから出てねえのんねの。もうちょい上さ、登ったらあんじゃん。ということもあるんですよね。出たかした。出たの？声でねえな、全然。やっぱり出始める層があるとボコボコ出てくる感じですよね。よいしょ。でもものすごい出が悪いですね、今年。びっくりするぐらい。今山入ってですね、山入ってつか今竹入って1時間ぐらい経過した、時間だとは思うんですけど、そこからですね、ちょっと竹の方を移動しながら、ちょっと見てはいるんですけど、ものすごい出が悪い。山が遅れてるという状況ではないですね、これは。なので、山形県の亡者の方たちも多分苦戦してるんじゃないですかね。だから意外とほんとちょっと頭出たぐらいでやちょうどいいんだぜ。あ、どれどれ、おお、意外と食っていない。あ、だべようやくこれ多分よ、下だぞ、下のような気するな。ちょっと下、お、調子出てきたね、あれどさ行ったかわかんなくなった。あれどこだっけ。いやー、悪戦苦闘中です。ただいまいた悪戦苦闘中。よいしょ、ちょっと待って、この竹じゃがだな。よいしょ、ああ、いいサイズですね。いやー、矢の前にや、もう今日大凶作というふうにもう名付けます。2024年合算だけは大凶作でしょう。予想です。これ今から出てくるってことないもんね。だってもうここあれだよ、8日10日近いんだよ。だってアメフト違うね。いやー、でもこの前結構雨降ったからね。この前結構雨降って、この状態だと多分大凶作かなと。多分1か所回ったら今年終わりなんじゃないですかね。もしかして2回目とかって多分ないような気がしますね。よし、出たのそっち。10本20本取って終わりだね。本当はね、もうパン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 ってこんな風にパンって結構広い範囲で出るんですけど、本当に出てないのがびっくりするぐらい。なんなの、今10キロぐらいずつは取ったね。でもね、一応まあ全部が全部や太いの取る人ってもなかなかいないと思うし、うん、だからあれだよね。よいしょ、もう天ぷらサイズの、よいしょ。あ、横に歩くと出てねえんだ。だね、本当は横で歩くとうまいけどね。そうそう。ないのよ。それもんだしや。結構俺遠目、ああ、めっけ。なんだ。タケノコ。ああ、出た。だべ。これもっとよ。うちさ寄った方がいいんねんか、俺たち。内側？うん。真ん中さもっと俺たち寄って見てった方がいいんじゃないか。やっぱり。うん。だって真ん中は多分見逃しきちゃうよ、これ多分。もうちょい真ん中さよっか。そっちの方がいいと思うな。ほら、よっと。うん、でも、ちょこちょこ出始めてきてるね、この層ね。一回戻っかは。一回戻っちゃう。うん。へい。いや、やべえ、なんか真っ黒い雲来たね。上、うん、やべえ、雨降る、なんとなくだけど。よし、だから帰り際水飲みながら帰って、水の分だけ減らせばいいんだよね。はい、ということで疲れました、皆さん疲れました。今日はこれからです。結構来てますね。疲れました、めちゃくちゃ疲れました。竹の方は1 1箇所、2箇所、3、4箇所ぐらい見だね。4箇所ぐらい見ましたね。大凶作だと思います。多分今から出るってことないもんな。で、あまりにもなんかこう続かないってもね。続かない。うん。びっくりしました。こんな年は、私は十数年ぶり。まあ、10年に一度の大凶作なんじゃないかなと思います。あとちなみにですね、今日の、私のこのシューズはですね、願書の55シリーズ。やばいんだよね、もうほら。もう、全然でピンの意味なしてないのよ、もう。ほんと。でもこれって本当に1年度側でこういう風になるから、でも普通なんないんだけど、結構山ほら、毎日みたいな山来てるからこういう風になるんだよね。ぜひぜひ、願書のメーカーさん、よろしくお願いいたします。こういうのも肥料になるんだと思うんだよ。あ、こ、何このタケノコの？うん。おうそう。すごい腐葉土になっからな。だろ？うん。でもすげえこのブヨたちが半端ね。ああ、味噌つける系でね。塩だなこれは。塩派だ。俺は塩派だな。トウモロコシ状態だ、おだな、すぐ。ん？刺身だ、刺身。そう、うまいんだ。あ、やべえ。やべえ。やべえ。でも、日本だ、来年、一発勝負であそこの人しかないな。何が？一発勝負。ちょっと剥き方が汚くなりましたけど。今年の合算だけ。いただきます。家で食べてないんですよ実は。合算だけ皆さんに届いてこういった特権しかないのでいただきます。うまい。ほんとにトウモロコシ状態だね。トウモロコシっていうか何、いやもう全然えぐみないから本当に甘みしかない。うん。栗。そうそう、栗。うん、栗食ってるみたいな感じ。そうなんですよ。根曲がり竹の中でも最高峰と言われているこの合算だけ。ぜひご賞味ください。